ストーンカーペンター・ゴッサードは、アメリカ合衆国のミュージシャン、シンガーソングライター、音楽プロデューサー。ロックバンド、パール・ジャムのリズムギタリストとして最もよく知られ、それ以前にもグリーン・リバーやマザー・ラブ・ボーンで活動していた。他にもテンプル・オブ・ザ・ドックやブラッドでの活動で知られる。1984年、 あとにファールジャムのベーシストとなる、ジェフ・アメン、マット・ハニーのフロントマンとなる、マーク・アームラと共にグリーン・リバーを結成する。翌1985年5月に、ホームステッド・レコードより、EP、カモン・ダウンでデビューし、1987年7月に、サブ・ポップからの初リリースとなる EP、ドライアズ・エーボーンをリリースした。1988年6月に、 唯一のフルアルバム、リハブドールをリリースするが同年に、メンバー間の対立により解散。グリーンリバー解散後に、ゴッサードはアメンと共にマザーラブ・ボーンを結成。フロントマンは、マルファンクションのメンバーだった、アンドリュー・ウッドが務めた。結成からすぐに、バンドはレコーディングとライブを開始し、1989年、初めにポリグラムと契約し、3月に EP、 社員でデビュー。ファーストアルバムを1990年3月にリリース予定だったが、3月にウッドがヘロインのオーバードーズにより死去し、バンドは解散。ウッドの死後4ヶ月後に唯一のアルバム、アップルがリリースされた。マザーラブ、ボーン解散後の同年、子供の頃からの幼馴染みであり、後のパールジャムのリードギタリストとなるマイク・マクレディを誘い、 テンプルオブザ・ドックを結成。このバンドは、アンドリュー・ウッドを追悼するために結成され、同バンドには、グリーンリバー時代からのバンドメイトである、ジェフ・アメン、ウッドのルームメイトであった、サウンドガーデンのクリス・コーネルが加入。その後、パールジャムのドラマーとなるマット・キャメロンも加入し、バンドはコーネルが、ウッドの生前に書いた楽曲やゴッサードとアメンが、 以前に作成したデモ曲のリハーサルを開始する。またオーディションにより、パールジャムのフロントマンとなるエリ・ベダーも、コーネルとのデュエットやバックコーラス等で参加した。1991年4月に唯一のアルバム、テンプル・オブ・ザ・ドッグ・オエ m レコードよりリリース。パールジャムは1990年に、アメン、ゴッサード、マクレディで結成され、後に、 ボーカリストのウェダーとドラマーのデイブ・クルーセンも加入。1991年にエピックレコードと契約し、デビューアルバム10をリリースした。バンドは1990年代初頭のグランジブームにノリ爆発的な人気を得、現在も活動を行っている。オスロにて1992年、ゴッサードはシアトルのロックバンドサッチェルのメンバーらと共にブラッドを結成し、 翌1993年4月にエピックレコードよりアルバムシェームでデビューを果たした。ブラッドは現在までに5枚のアルバムをリリースし、現在も活動中である。2001年に SME よりアルバムベイリーフでソロデビューを果たした。アルバムではボーカルやギターの他にベースギター、ドラムスやパーカッション、ピアノ演奏なども一人で手掛けた。ブラックフランシスや ルーファス・ウェイ・ナイト、ローリング・ストーンズなどの影響を受けたメローなサウンドを展開した。2008年9月には、セカンドソロアルバム、ムーンランダーの楽曲がパールジャムの公式サイトでダウンロード可能となった。ハンク・ウィリアムズの影響を受けた、フォーク、カントリー風の作風となった。1994年、ブラッドのメンバーであるリーガン・ヘイガーと共に、ルースグルーブレコードを設立。 当初は SME の参加だったが1996年にインディーズレーベルとなる。レーベル設立以来ゴッサードはプロデューサーとして多くの作品制作に携わり、またシアトルに自身のレコーディングスタジオであるスタジオリソ竣をサウンドガーデン、スクリーミングトリーズ、デフトオンズた多くのバンドがここでレコーディングを行った。ルースグルーブは2000年に閉鎖したが、 スタジオリソは現在も利用可能である。ありがとうございます。